こんにちは、オノ商品企画担当の柿本です。今日は7月13日発売のオノフのクーラーボックスの紹介をしたいと思います。皆さん、ゴルフのオノフって釣り具のダイワと同じ会社だってご存知でしたか？そうなんです。つまりこのオノフのクーラーボックスは釣りの技術が盛りだくさんなんです。釣りって生魚をいかに鮮度よく保つかって重要ですよね。このオノフのクーラーボックス、ダイワフィッシングの持つ技術の詰まった高保冷スチロールの断熱材を使っているので保冷力をぐんぐん上げてくれます。しかもダイワフィッシングの採用している断熱材の中で最も軽量素材を使っているので軽いんです。男性はもちろん、私のような女性でも軽く持ち上げることができます。しかも蓋が外せてきれいに丸洗いができます。清潔ですよね。今のこの時代、清潔感すごく重要なポイントですよね。ゴルフやその他のアウトドアでも汚れますからね。底面には滑り止めのラバーがついてるんですが、これをフンバルマンと言います。これがあることで移動時の揺れもなく安定することができます。特に常用するゴルフカートでは安定するのでおすすめです。またゴルフに特化しているわけではないので、ドライブなどの車でもご使用いただくことができます。それでは中の方に入りたいと思います。まず見てください、この厚み、詰まってる感じがしますよね。この厚みがしっかりしているからこそ、外からの熱、中からの冷気を逃がしません。これですね、プルーフケースというんですが、名前の通り中におにぎりやサンドイッチなんかを入れても収納することができて、水滴から防ぎます。またこの肩のショルダーですね、中身が重くなっても肩から背負うことができるので楽ちんですね。今日お話ししたところはほんの一部です。まだまだおすすめしたいところはたくさんあるのですが言い足りてません。もっと詳しくお知りになりたい方はオノフのブランドサイトまでご覧ください。またご購入はオノフショップ、オノフオンラインショップまでお待ちしております。